はい、こんにちは、ジリアです。カード開封動画381回目は2018年発売バイスクルアベマ TV です。名前の通りアベマ TV とのコラボ商品になっていて、最初これノベルティで出ていて、このブラックバージョンの方が発売、ホワイトバージョンの方はそのまま非売品となっています。とりあえずこちらの方はね、今アベマハウスというネットショップで売っているので買うことができます。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルアベマ TV、 見た目上はリバースバックのブラックに見えますよね。横面がエアクッションフィニッシュメイドイン USA、 反対側がザ・ユナイテッドステイツプレイングカードカンパニー、上面がアベマ TV の文字がクロージャーシールに隠れてますね。でクロージャーシールがアベマ TV の専用クロージャーシールで、そのまま同じアベマ TV のマークになっていて、簡単にワンウェイですね。で下面がバーコードなしなのは、もともと非売品だったのでバーコードがないんでしょうね。で USB-CC のアーランガー JY でリサイクルマークです。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。クローザーシールはビニール製ですね。こちら側が多分バック面ですね。はい、かなり太めのボーダーに、こちら側のバック面と同じくアベマ TV のマークが入っています。1枚目はジョーカーですね。ジョーカーですね。なるほど、アベマ TV のジョーカー2枚が入って、広告カードなしっていう状態ですね。で通常の2枚とも同じ白黒ジョーカーですね。で2018に Y のスペードのエース、数字は全く同じですね。手札のカードも通常のスタンダードと表示は同じです。ハートのエース、どうやら残り全部、表面の表示はバック面以外すべてスタンダードと同じみたいですね。2019年のスタンダード54枚と2019年のスタンダードと同じ厚みです。スペインの方は高品質、弾力の方はこちら側、ケース側からは硬くて、バック側からは若干柔らかめかなぐらいの感じですね。かなり反ってます。パッと取れるぐらい反ってますね。で 1A です。ではファロー入れてみます。やっぱり入らないですね。こちら側多分松井ゲーミーとかね、他 USB-CC で作ったものじゃなさそう。クロージャーシールかな。じゃあフェース側から入れてみます。ケース側からはスッと入るのでモダンカットですね。で完全に違いの方が、このアベマ TV の2枚のジョーカーのみで、あとはスタンダードと中身は同じみたいですね。バック面の方はボーダーがかなり太くて、ちなみにこれブラックなんですけど、ホワイトの方も箱以外は中身は同じみたいです。はい、バイスクルアベマ TV を開封しました。ちなみにブラックの方です。でこれホワイトの方だけでまだ非売品の状態のままなんですが、販売の予定は多分なさそうですね。で中身の方が完全にスタンダードと同じで、バック面のみとアベマ TV のジョーカー2枚が付いている以外は完全にスタンダードと同じですね。完全にね、このアベマ TV の記念品っていう感じです。それではジャンル分けします。2019年のスタンダードと同じ厚みなので普通、モダンカット仕様で高品質、アベマ TV とのコラボで、アベマ TV のマークが入っているコンセプトデザイン、まあ、一応ねこれもなくなっちゃうとレアデックになると思います。
バイスクルアベマ TV でした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは